こんにちは、ゆうです。やってきました。パズドラのお時間です。はい、今日誕生日の方、おめでとうございます。もう全然ね、ほんま久しぶりすぎてね、ちょっと今なんかちょっと髪の毛ね、切ったんすよね。髪切ってから、ちょっと、結構ね、その、ほうじゃなくて、立て込んでおりまして、はい、ちょっと奥長部ね、このアカウントちょっとやってる時間なかったんですよ。あ、ちなみに今日だけ僕、メルヘムです。はい。でね、もう、はい。で、ハンターコラボガチャに、はい、備えて、はい。ちょっとね、体力をちょっと回復に当ててました。はい。もう、なんだっけ、ハンターで回復。なかったっけ？とりあえず、はい。それだけの興味深きにサバカシバリまでやっていきたいと思います。今日やっていくのはですね、まあ、ハンターね。ごめんなさい、ちょっと、喉つっかえてるわ、なんか久しぶりすぎて。魔法石の横、ハンター、これおばちゃん引いていきたいんですけど、はい。その前にね、どうせなら、ちょっとね、幻影旅団にちょっと戦っていきたいなと思って。あれこれ一回負けてる僕。あ、ちょっと違う、ミスった。キメラなんと、はい。ちょっと討伐任務、クリアして、おしゃな以上確定ゲットして、そっからガチャ引いていきたいと思います。はい。もうちゃんとね、パーティーも、セッティングしてきたんで、はい。それでは、ご紹介しますので、パーティー、なんて言ってたっけ、ちょっと忘れた。それでは、パーティーご紹介します。すごい。すべては王のため、壊滅級やって。じゃあ、破壊していきましょうか。はい、こちらです。本編というか原作のね、キメラント編には、すべては王のためじゃないですけど、キメラント編ではね、クラピカ出てこなかったんで、クラピカとなるべくね、出てこなかった、ハンターのキャラと、僕の思い出のある、ジョリーンでね、はい、空女ジョリーンですね、ジョジョ好きなんで、はい、組ませてみました。はい。それではね、ご紹介しましょうか。はい。あ、でも、アシストつけてないですよね、アシスト向こうなんで。はい。強化されたね、クラピカがね、はい。3食上同時攻撃でダメージの激減3コンボ加算。8コンボ以上で攻撃力が35倍。ポテチダメージ。2属性の HP が 1.1 倍となっておりますね。んで、ね、3食攻撃強化もモリモリということで、はい。いいですね。で、まあ、こちら基礎感に強化スキルプラスと。で、こちらがトラファルガーローですね。はい。なんかスキル盛りすぎやね、ちょっと。はい。で、ガンマナイフ、属性吸収、ダメージ吸収、あとダメージに交換強いんですね。はい。7ターンちょっと重いんですけどね、現代で、1ターンで。はい。で、こちらがハーデスドラゴンですね。ちゃ、試練進化、試練された、訓練されたハーデスですね。ハーデスですね。スキルチェーン4つに集まきら。でね、スキルがね、助言解放と、グラビティ、はい、みたいな感じで。こちらが、まあ、陣容のサギリですね。はい、サギリに交換と。で、こちらジョリーンですね。リラチェン対戦のものなんですけどね、バンバンリーダーで使ってたんで、はい。で、ドロップ4個以上で繋げて消すと、ポテチダメージ、3色以上同時攻撃でダメージ激減。で、攻撃力が23倍、4コンボ加算となっております。同じね、3色攻撃強化リーダーとしてなんとかなるんじゃないかなと思って組んでみました。で、バッチャー HP プラスです。それだね、サイコン！こういうの久しぶりやね、ほんまに。今日までね、ちょっと、ほんまにね、ちょっと動画ね、撮ってる時間がマジでなかったんですよね。はい。で、今日からハンターコラボ、なんなら僕ハンターコラボに備えてって言ってましたけど、何一つ変えてしない。とりあえず、ジョリン。ストーンフリー。よし。で、スピリットグラビティしましょうか。冥界の裁きを受け。ゴーン、ゴーン言ってるね。はい。で、ガンマナイフ。とりあえずしましょうか。はい。で、果たしてこれは、正解なのかな？この編成は。4つ以上つなげんとあかんねんね。ジョリンさん。はい。はい、はい、はい。これあれやね。完全にミスってるね。無効関数1体じゃあかんね。コンボ現象。はい、なるほど。うん、僕ちょっと強いかも。いや、強いよ。ネフェルピトさ、めちゃくちゃ強かったもんね。ごめんなさい。喉がね、ちょっと、これさっきまでちょっとめちゃめちゃ喋ってたんで、はい。ね、はい。喉がやられてるんですけど、はい。あと、完全にカメラ慣れしてないっていうね、はい。よしよし。筋肉増強。あ、マッチョになるやつ。ネフェルピトをね、なんかマッチョマーンみたいになるんですよね、はいはい。で、まあ、うっすらお察しだろうとはね、同世代の方はわかるかな。これがね、ジョジョの、ジョリーンの代と、ハンターが、もう同時期に、連載されたという、あ、奇跡ですよ。はい。この世の全てに感謝ですわ。ほんまにね。キメラント編やったかわかんないですけど、当時、ハンターが。はい。いいでしょう。
また向こう館か。お相手します。あ、これ威嚇通るやん。ちょ、威嚇通るんで、ちょっと詐欺に使います。よし。で、ちょっと向こう館長剥がれるまでちょっと待機しましょうか。決まるやん、まず。決まりますな。いやー、もう久しぶりね、動画撮れて、僕も嬉しいですね、ほんまに。あ、それで、コミュニティにね、本当に、コミュニティにね、フレンド募集というか、なんかこれもね、なんか上から目線みたいな、嫌なんですけど、こういう言い方。なんて言ったらいいかわからんので、はい、フレンドさん募集と、書かせていただきましたが、ね、Google フォームから、コミュニティに書かせていただいたんですけど、ね、そこからね、ほんまに、結構本当にありがたいことにね、たくさんの申請いただいて、はぁです、被ってるて。ちょっと待ってね。はいはい。嬉しかったですね。ほんまに熱いメッセージも多々いただいて、はい、これからもなお一層頑張ろうと思ってる次第でございます。はい。でもね、ちょっとね、ほんまにね、パテ込んでたんですよ。はい。そこだけ嬉しい、これ嬉しい。決してね、そのモチベが下がったとかいうわけじゃないんですよね。普通に。はい。でね、最近ね、あれなんですよね、僕。これ、あ、ここは威嚇ないんか、向こう側もないんか。はい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 。普通に言ったらいいわけね。はいはい。最近、ね、何やったっけ。僕は現代すぎてちょっとあんま出てこないんですけど、あ、そう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 。TikTok でね、23時以降ですかね。23時以降はね、結構 TikTok ライブで、バズラをしてることが多くて、はい、よろしければね、そちらはフォローしてくださると嬉しいですね。はい、あ、スキル貯めてくれるんや。なんだこれ、俺は蹴散らす。さすがですわ。え、これ、火闇やろ？いや、ちょっとあれか。ちょ、クラピカ使ってみようか。死で償う。おい。かっこいいわ、クラピカ。僕、もしかしたらね、ウボウギンさんと、クラピカのね、初めての戦いが一番好きかも。あと、ハンター試験編も結構好きで、はい。そこも結構好きなんですよね。はい。この趣味パーですけど、なんか、行けましたね。ヨガ、ヨガ？そしゃ太陽。じゃあ、あれか、これあれやんね。これだけ？あ、マジで？じゃあ、ヒソカ使いまーす。君は踊り狂って死ぬ。はいはいはい。これあれですね、直近であった鋼塚さんと同じ声優さんですね、ヒソカって。はい。波川さんやったっけ。ちょっと僕もそこまで詳しくないんで、その完璧に覚えてるわけでもないので、はいはいはい。なんで覚えてるかっていうと、僕の好きなガンダムユニコーンのリディ・マーセナス役の方と一緒だからです。はい。OK! やってみせよう。はしこめる教授ね。ちょっとジョリーン使うの忘れてるね、僕。コンボ現象ね。はい、お任せください。冥界の裁きを。うえぇ。で、ちょっと詐欺りで、コンボ加算しちゃいますと。はい。で、ジョリーン使って、インハンをかけまして、はいはいはい。はいはい。はい、待って、8コンボがね、これ。もうね、シファイヌマルの iPhone が小さいん。僕、これ、ちょっとこれ7、6番面するの難しい。こんだけしかないんですよね。僕の手の大きさに対して。iPhone 12 mini なんかな。あ、ほんまに。これで、倒した。倒したー。いや、すんご経験値ストック獲得。すご。はい。それではガチャ行きましょう。はい。まずは開催記念。ログインスタンプの分ですね。今日の本日の1月10日。ちゃうね。これいつも読み間違えんねん。1日目。10日分の1日目なんで、ほんまに。はい。いつもね、10月10日とか、1日10日とか、1日10日、1月10日とかって言って。はいはい。マッチさんね。合ってたよかった。これいいよね、ほんまに。ほんまに。マッチさんも元気なの好きなんですよね。で、クリア報酬。これが、固定チームのクリア報酬か。よし。気合入れていきましょう。もうこれで、終わってもいい。
終われねえな。あ、信長ね、僕3体持ってたんで、2体持ってたんで、これ3体目なんで、OK です。はい。よし、よし、よし、よし。んで、これもクリア報酬か。クリア報酬結構あるね。はい。で、これが、ハンターハンター、幻影旅団、雲上級ですね。はい。よっしゃ、行きましょうか。はい。固まらんね。あ、雫。雫は嬉しい。僕ね、結構ね、ハンターハンターの、その、女性キャラの中で、多分雫が僕一番好きかな。はい。なんかこう、淡々と戦うのがね、なんかその、好きなんですよね。はい。で、こちらが、はい、本題ですね。さっきね、メルエム討伐してきた、はい。クリア星、星7以上確定ですね。はい。それでは、いきます！はい。はい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 。フェイタン。フェイタンね、僕ね、メインアカウントで唯一引けなかったんですよね。それそこで出しちゃう。これね、山口勝平さんの声で、ウソップですね、ワンピースコラボで言うと。あと、犬足だったりね。いや、これどう使おうかな、僕ね、HP 管理リーダーがちょっと苦手で。で、まあ、せっかくなんでね、あれですね、8個あるんで、ちょっとまあ、5連の負けもあるとは言え、はい。ちょっと一回引きときましょうか、はい。ユーザー情報、購入機、無料配布、8個です。これ5ですけどね、指は。はい。それでは、なんでやね。よし、ボックス整理してきたんで、はい。もうこれで終わってもいいわ。なしよ。まだなしよ。はい。強制的成長はまだなしなんですけど、まだ1日目なんでね。はい。それでは、レッツゴー！はい。来た！よし。タメレエムかね。ネフェルピト欲しいね。はい。ピト好きなんですよね、僕結構。あ、さっきあれやんね。ひそかの、声の方、リリー・マースなんか好き言ってたもんね。あ、二代目か。あ、分岐はちょっとどんななるんやろ。まあ、新キャラ欲しかったところではございますが、あ、これいいですね。あー、こんなスキルになるんや。へー。ドッキリテクスチャーですね、これ。確か。え、マジか、マジか、マジか。で、無効貫通もつけれて、アシスト無効解除もできると。おー。そこあれかもしれないですね。はい。それでは結果見ていきましょう。はい。ね、ミニキャラというか、第1弾のショート動画なんで、ぜひそちらを見てくださると嬉しいんですけど、はい。今回の、バージョン2というか、はい。シーズン2の方は、マッチさん、これ幻影旅団ばっかりやん。ちょっと一人、言っていいんかな。あ、原作であったっけその描写。わかんないですけど、はい。そのね、はい、揃えてたんで、まあ、いいでしょう。ちょっと交換してみましょうか。ゴンさんとメルエム。メルエムはどうですか？ああ、ちょっとこれ一体ずつしか無理そうですね。はい。ゴンさんはちょっときつすぎるね。で、ゼノ&シバは？いやー、きついね。はい、ゼノ&シバもちょっとね、めっちゃかっこいいんで、ほんまに。出てくるところ、神がかってるんで、はい。ね、天空からダーンってね、はい。もうぜひ交換したいところですわ。はい。それでは、はい、今回この辺でお開きしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ちょっとね、しばらく動画とか更新が滞って、本当申し訳ございません。あと、1月のクエスト、レベル15も残ってるんで、はい、そちらもね、クリアして、はい、ガチャも引いていきたいと思います。この年もね、今年もというか、はい、そう、髪の毛切りました。はい。それでは、今回はこの辺で、お開きしましょうか。ほんまに長々喋ってあれなんで、はい。それでは、ぜひぜひ概要欄の X と、深夜の、パズル会場に、お越しくださって、はい、ちょっとご興味ある方は、はい、TikTok もフォローしてくださって、結構ね、23時以降、23時から23時半ぐらいからね、日またうことが多いんですが、はい、そちらをフォローしてくださると嬉しいです。はい。それではね、また次回お会いしましょう。バイバイ。君にあなたが託した未来を君に